はい、お待たせをいたしました。転換は終わりましたでしょうか。それではこれより洗車機通過体験に移ってまいりますが、その前に洗車機通過体験後のツアーの流れについてご説明いたします。洗車機通過体験後は列車は車両基地内を行ったり来たりした後、車両基地内にあるプラットフォームに到着します。皆様はこのプラットフォームから降車していただき、この列車とはお別れとなりますが、車両基地内のプラットフォームは通常は車両のメンテナンスのために用いているホームで、長さが短く、この車両の中央部分にしかホームがございません。そのためスタッフが中央の4、5号車から移動ごと順番に誘導してまいりますので、スタッフの案内に沿って列車から降りてください。また列車を降りた後は展示車両前での混雑を避けるため4班に分けてご案内いたします。まず1班目でございますが、4、5号車の方を1班目として最初にご案内いたします。続いて3号車、6号車のお客様を2班としてご案内いたします。次に1号車、8号車のお客様を3班と。この班の方にはお待たせしてしまうことになりますが、感染予防対策の取り組みの一環でございますので、どうかご理解いただくとともに、お待ちの時間は貴重な展示車両の見学や物販などでお楽しみください。展示車両へのご案内はスタッフが順次お声掛けいたしますので、皆様ご自身の班をよくご確認いただき、
様、電車の洗車機通過体験はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけたでしょうか。車の洗車機を使用していただいた方は分かると思いますが、車の洗車機は洗車機自体が動いて車を洗います。ところが電車の洗車機は洗車機自体を動かないで電車が動いて洗う形になっております。こうやって毎日洗車をすることによって車体をきれいに保つようにしております。さて、洗車機通過体験の後は車庫内をさらに行ったり来たりしてプラットフォームがある線路に入り、皆様お待ちかね車両基地への見学となります。ありがとうございました。時間となります。どうぞ会場の方お入りくださいませ。お待たせをいたしました。ありがとうございました。お気をつけてお帰りください。ありがとうございました。ありがとうございました。